小山遊園地は、栃木県小山式沢に、かつて存在した遊園地。1960年5月に創業地に開園し、2005年2月6日に、閉園した。思い川観光株式会社による100%出資、資本金4000万円で1964年8月1日、開園。創業者は開園当初、創業地に、花の園を開設して広く、 一般に公開をしていたところ、日本経済の好景気を背景に、遊園地を開園するに至り、有限会社小山遊園地を起業して開園。当初の名称は小山遊園地だったが、1969年から小山遊園地に解消。1979年4月、ゴールドプラン2000により誘致、企画し、 遊園地施設の拡張ゾーンに併設した1979年4月13日、大英小山遊園地展が開業。1980年3月、開園20周年を機会に、レインボーランド小山遊園地の愛称を導入。レインボーランドの意味は、西暦2000年を目標とした園内の将来、開発で7つのテーマゾーンを設定したことに由来する。その後、 バブル崩壊やレジャーの縮小化と多様化の影響をもあり、1992年に遊園地運営会社と経営会社が連鎖倒産。晩年、1996年当時の開発規模は自社所有面積として約20万平方メートル。出店、出店、以後、堅実な経営を続けていたが、1992年に親会社である思い川観光が倒産したため、 遊園地も連鎖倒産した。当年の遊園地事業は黒字ではあったものの、倒産とともに銀行からの借り入れが困難になったために休園日を増やすなどして対応していたが、維持費を下げるために一部の施設を閉鎖したことが裏目に出てしまい、入園者が減少して経営はさらに厳しくなっていった。遊園地敷地内にテナントとして出店していた大英が経営支援に乗り出し、 再建を目指したが2002年1月には大英本体が経営危機器のために支援から撤退してしまう。この時に大英から支給されていた資金をもとに敷地内に温泉を採掘して再建を目指すこととし園内施設として開設済みだった小山ヘルスセンターを改修増築する形で2002年8月に日帰り入浴施設 小山温泉思い川をオープンさせて収益力の強化を図った。しかし、2002年12月期から2期連続の赤字となり、計画に基づく債務の弁債が困難な見通しとなった。2004年頃には、遊園地入場者数を温泉利用客が上回る状態となり、2004年3月には、温泉内に宿泊施設が増築された。 2005年1月31日に開かれた再建者集会で全事業を食品スーパーのヨークベニマル2条とする構成計画を承認、宇都宮地裁により即日認可された。重い川観光は上渡代金で金融機関など10社に対する債務を一括弁債、構成手続きを集結させ2月末をもって会社を生産し、同時に 季節の温泉施設と宿泊施設を含めた敷地と所有権を分離独立させ、小山温泉思い川とした。経営権以上後の2005年3月10日には、小山遊園地の閉園が正式に発表された。また、敷地内にあったアルペン小山遊園地点も2005年11月13日をもって閉店となり、小山遊園地は2005年2月6日に営業を、 終了して閉鎖された。閉園後の跡地取得と再開発権利を有する、ザイマックスプロパティーズの管理下で2005年3月下旬から、小山タワーをはじめとした、園内遊戯施設は順次解体され、2006年春までに、観覧車とメリーゴーラウンド以外の撤去を完了して、さら地となった。同年秋には、大型商業施設、小山遊園ハーベストを多くの建設に着手。 2007年3月に一部開業を、7月に全面開業した。当初は残される予定だった観覧車も老朽化により解体されたため、遊園地時代の遊具で現存しているのはメリーゴーラウンドとティーカップのみである。これらの遊戯施設はハーベストウォークの管理下で現在も稼働を続けている。出展、1980年から1999年までの 小山遊園地には、レインボーランド小山遊園地の愛称とともに5体のマスコットキャラクターが存在していた。象のファント君、犬のパヒーちゃん、コアラのニーラちゃん、豚のブータン、ゴリラのリッキー君で、彼らはそれぞれが衣装化され、園内各所のサインポールや看板類、遊戯物運転室に貼られていた大カットステッカーなどにあしらわれていた。また、着ぐるみも存在し、 園内でグリーティングを行っていた。2000年に新マスコットキャラクターのユウキとキララが登場すると答体の存在は消滅した。2000年から2005年2月までの約5年間は新マスコットキャラクターのユウキとキララが園内に登場しグリーティングを行ったり外部 PR イベントに出演するとともに園内で販売されていたオリジナルキャラクターグッズ類にプリントされた。 出展、1970年5月1日、回転遊具、スペースマンの乗用カゴから幼児が転落、カゴと地面との間で挟まるような形で全身を打ち死亡した。1971年8月18日、アルバイト従業員の高校生が、ジェットコースターの乗客が落とした財布を取ろうと、線路内に入った際、高速で突っ込んできた4両編成のジェットコースターに、 はねられて死亡した。2003年10月13日、従業員が回転ブランコを始動させたが作動しなかったため、従業員が乗客に降りるよう指示した。乗客が降りようとしたところ、突然遊具が動き出し、4人が負傷した。ありがとうございます。